ゴール前守る守備は頑張んないとバレるけど。いやー、カイセドのワンタッチうますぎるだろう。いやー、で、ちゃんと最大限の高さでエスピニャを受けたから、ね、アーノルドが絞ることになって、三笘が前向きやすくなったっていう。ていうか、エストゥピニャンむちゃくちゃ良くなってるね。さっきからエストゥピニャンが全然ポジショニング間違ってないんだけど。むしろ三笘の方がちょっとタッチ乱れたりしてるよね。いや、ブライトンこっからどこまで、やっぱ一番ね、なんかこう気持ちいいサッカーやってますよね、ブライトン、本当に。いや、マジで、毎節アーセナルとブライトンだけリアルタイム分析できたらめちゃくちゃ好感度高い YouTuber になれる。おー、サラーとアーノルド両方ぶち抜いたけど、おっと、アーノルドファールになるよな、それ手でいった感じの。いや、デセルビ絶対修正してるよね。もう三笘のワンタッチから。いや。あ、いやー。あ、この辺しょうがない。とか、エストゥピニャンマジでな、これ、ビジャレアルの頃見てたらもうすごい感動するよな。だってもうほんと、オーバーラップ変なタイミングでするしかなかった選手でもうね、久保と一緒で、まあ、ほんとな、エメリじゃ育てられなかったんだな。デゼルビア、このエストゥピニャンを。トッポギ君、デゼルビアマジで名勝。ブライトンのためでエストゥピニャンが一番いい接近高いって値段されたけど、ネタじゃなくない。ねえ、自家製ウォーカーみたいになってるもんね。